乃木坂46の新内舞さん、お疲れ様でした。読売巨人軍監督の原辰徳です。2021年8月7日土曜日、この時間は私原辰徳が東京ドームからお送りしてまいります。いやー、オールスターも終わりまして、今プロ野球は1ヶ月間のブレイク期間に入ってるんですけど、もう家で何見るかっつったら、もうやっぱあれだね、オリンピックそうで、そのまあオリンピックもいいんだけど、そのオリンピックの期間の裏にさ、その俺たち巨人軍はさ、そのリアルジャイアンツカップっていうさ、現役の選手を集めて、その3チームの紅白戦をね、やったんだけどさ、まあ、すげえのよ。3チームで三つどもえで戦うからさ、攻撃がさ、もう普通野球って1回の表裏しかねえじゃん。1回の表中裏ってあるからね見たことねえ戦いだよそうで、そんな戦いの中でさ、その3チームの監督をさ、その元木とかさ、新岡とかさ、まあ、本当にもう俺たちの巨人軍を支えてくれた選手ですよ、とあと今2軍監督やってる阿部ねの3人がそれぞれ監督やってくれて、で勝利したのが新岡軍だったんだけど、その MVP がさ、その4打数3安打の湯浅っていう若い選手 で、あと関東賞っていうね、頑張ったねっていう選手が、松原誠也っていうね、これ売り出し中の若手の外野手なんだけど、あと北村っていう選手とか戸田ってね取ってて、であと最後一人ね、新岡取ってんの何若いのに混ざって取ってんだよっていうね本当に、まあ、でもすごいね、元気あふれるね、盛り上げてくれたらしくって、でそのチームもすごく盛り上がったなと思って、すごくありがたかったんですけど、そうで、そのリアルジャイアンツカップが終わってからね、家に帰って、で録画したね、あちこち踊りを見てたらさ、若林明宏っていうね、若手の選手から電話がかかってきてさ、で俺いつも若林くんって呼んでんだけどさ、若林くんがさ、俺もっと頑張りますって言ってきてさ、まあ、もちろんその若手が頑張ってくれるのはさ、俺もすごい嬉しいからさ、お頑張れよっつって電話で話したんだけどさ、ただやっぱり俺はさ、そのなるべくね、その若い子にもそのフランクに接するようには心がけてはいるんだけどさ、まあ、でもそんなに密な関係を築きたいかって言ったらさ、俺はどっちかというとそうではなくてさ、でそれがなんでかっていうとさ、そのこの野球界ってね、みんな世界憧れて入ってくる子が多いんだけどさ、やっぱりそのすぐ辞めていっちゃうんだよね。その入団した時だから、俺が最初に監督やった時だから、だから2001年で巨人軍監督やった時にさ、その入ってきた若手の子とかさ、そのヤクルトの子とかもさ、試合前に挨拶とか来てくれてさ、昔から 原選手の頃から大好きでしたみたいな、そこ言ってくれてさ、でその、まあ、俺もありがとうとか言って握手とかするんだけどさ、もう次の日に解雇になってたりとかすんだよねそうだからさ、その、まあ、フランクに接するたびにさ、その若手の子がさ、どんどん抜けていっちゃったりとかするとさ、俺が寂しくなっちゃうからさそうだからもう俺優しくするのやめたの、原辰徳は優しくするのやめたっつって、そうだからプロ野球界のカーズですよ、だからジョジョの奇妙な冒険ね、やっぱりね、そのもちろんその日本の試合っていうのね、あととか日本の試合 の結果とかね、そのメダル取れるかとかもすごく気になるんですけど、やっぱり俺はメルセデスねそう日本相手にさ、その前6回1失点の好投ですごい立ちふさがるっていうのがあってさ、でドミニカの星ですよ、だからドミニカ共和国のヒーローですよ、だからそれ見てさ、でもやっぱ俺思ったんだよね、これ巨人でもやってくれやってそうで、今日の試合見たらさ、なんとドミニカ共和国が銅メダルを取っててね、そうで、それが元阪神のオスンファンを打ち崩したって言ってて、そうだから一種直球ね、一種直球って言うよねこれさ、俺このラジオ始まる前にさ、俺打ち合わせの時にさ、ヒロシとさ、作家の福田にさ、この一種直球の話をしたらさ、なんか二人ともさ、え、言いませんよみたいなの言ってきてさ、え、俺がマイノリティみたいないや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 、圧倒的にさ、その東京ドームの中ではさ、俺がマイノリティだったかもしんねえけどさ、いやこれ野球ファン的に見たらさ、これもう絶対さ、俺がマジョリティだからさ、そうそうなめんなよっつってさということで、我々のラジオは、日の玉ストレートでやっていきたいと思いますので、1時間半よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。原辰徳のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、巨人軍監督の原辰徳です。
メールを募集したいと思います。今週のメールテーマは、阪神タイガースの倒し方というので、まあ、我々もうすぐペナントレースが再開しますので、まあ、どうしてもその、まあ、ジャイアンツ連覇したいので、まあ、そのための阪神タイガースを倒す方法というのをリスナーのみんなから募集したいなと思います。例えばその阪神タイガースがこう道を歩いているところにバナナの皮を置いておったら置いておいたらこう歩ってる時にこう滑って転ぶんじゃねえかとか、まあ、そういった感じのメールを募集したいなと思っております。あと あれですね、もうすでに阪神タイガースを倒したことがあるリスナーがいたら自分がどうやって倒したのかっていうところを経験談を教えてほしいなと思いますのでぜひ教えてください。メールアドレスは原@オールナイトニッポン.com、原@オールナイトニッポン.com。